運まかレシピのコーナーです。教えてくださるのは料理研究家の西ひろみさんです。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今週 TBS 系列では地球を笑顔にするウィークと題しまして、いろんな番組で持続可能な開発目標 SDGs についてご紹介しています。目標達成には食品ロスへの取り組みも大切で、つまりそれが美味しければもうなお言うことなしということなんですよね。そこで今日教えていただくメニューはこちらです。大根の皮で揚げ春巻きですね。そう、捨ててしまいがちな大根の皮を活用した揚げ春巻きを今日は紹介したいと思います。明日からねまた寒くなってきて、寒くなるとだんだん大根も美味しくなってくる、おでん煮物などに大活躍の大根なんですけれども、この皮って皆さんきっとね捨ててしまってると思うんですが、その皮のコリコリとした食感を生かした美味しい、かなり美味しい揚げ春巻きを紹介します。で、ね、中にチーズを入れるので子どもたちもきっとね、美味しく食べてもらえると思いますよ。まずは材料をご紹介します、はい、4枚分です。4本分です。大根の皮 100g、 ツナ缶1缶 70g、 大根葉、黒胡椒はお好みで、春巻きの皮4枚、スライスチーズ2枚、揚げ油適量、以上が材料です。はいはい、では作っていきます。お願いします。大根、今日ね、買ってきたんですけれども、いくらでしょうか。立派ですね。私の腕ぐらいある大根。いやいやいや、もっとある。これは大きい。大きい、ね、本当大きい。100円ぐらいでも安いと思いますけど、どうですか。100円でも安いよね。安いですよね。80円だって。80円、嬉しいよね。でっか、1本で。そう、1本で80円でした。今日はお得な料理になると思います。で、中はおでんの具とかね、はい、煮物にして食べた後、その皮、普段捨ててらっしゃる皮とか、この先っぽの尻尾、この部分も美味しく今日はね食べていきたいと思いますよ。でおでんに入れるときは結構厚めに皮を剥く方多いと思うので、この厚く剥いた皮、食感が美味しいんですよね。食べたいと思いますよ。これをね千切りに沿って、細切りにしていきます。大根の皮をこんな風に細切りにしていくんですね。煮崩れしにくいので、シャキシャキコリコリとした食感が美味しい大根の皮です、さあこれを炒めていきますが、はい、炒め油今日は使わずに、今日はねツナ缶を1缶使って炒めていきたいと思います。フライパンにツナ缶の油も一緒にね入れちゃいます。70g の缶、3個セットでよく売ってる あのサイズです。はい、あのサイズです。油ごとそのままじゃあもう缶から入れていい。そうです、そうです、缶から入れて、で大根も入れちゃいます。もうなんか相性抜群な感じがしますね。そう、このまんま食べても美味しいです、ね、美味しそうまさに余すことなくという感じですね。そう、ツナと一緒に炒めて、このままきんぴらとして食べてもらっても美味しいんですが、それじゃせっかくね料理コーナーね成り立たないじゃないですかなので一手間加えて今日は揚げ春巻きにしたいと思います。ありがたいな。ありがとうございます。さあ大根の皮しんなりするまで炒めてください。で、このままでももちろんいいんですけれどもね、大根の葉っぱとか、あと大根の今日買った80円の大根の先っぽにもちょっと葉っぱが残ってますけども、その部分好みで入れていただいていいです。ほんと丸ごといけるんですね。いけますね。で、お子さんがいる家庭は調整してくださいね。少しピリッと黒胡椒もこれはお好みで加えてください。あとは大根の皮がしんなりするまで炒めます。さあそして炒めたもの、バットなどに移してしっかりと冷ましておきましょうね。春巻きの皮に巻いていきますので、一旦ちゃんと冷ましてください。こちらが炒めておいたものです。そうですね。はい、ではここから バトンタッチです。森さんに頑張ってもらいましょう、はい、まずチーズです。はい、いや急に顔が緊張したなと思ったらね、本当に緊張していたんだね。チーズはスライスチーズを使いたいと思います、はい、とろけないタイプ、はい、とろけないタイプを半分に切って春巻きの皮の手前に手前にリハーサルしたじゃん練習したのに森ちゃん落ち着いて、はい、はい、それをだいたい 4分の1ぐらい、4分の1ぐらいにしてね、ゆっくりでいいからね。チーズの上に乗せる、そうチーズの上に、はい、でね、今日はチーズ使うのでツナとチーズの塩気を使って味付けするんですけれども、チーズを入れない時には少しこの大根にね、はい、薄口醤油か塩コショウなどでちょっと味をつけておくと美味しいかと思います。いいよ挽回してきた。手前をまず巻いて、でね、ギュッと巻いた方がチーズがねとろって
け出てこないので、一周してから再度畳みましょうか。一周してから横を。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。ギュッてなってます。さっきより、さっきより、さっきより。あー、どうしよう、才能が、春巻きの才能が開花してきましたよ。お水回復。お水をつけて。最後お水をつけて、ギュッつけます。はい、ギュッと。はい、ありがとうございます。上手。素晴らしい。お願いします。4つこうやって春巻きをの皮に包んだら、はい、あとは170度の油で揚げていきます。これ森ちゃんね、うん、手前のやつですね。はい。で、170度の油でカリッとこんがり揚げていただければ出来上がりです、うん、はい、出来上がりいけますでしょうか。こちらでございます、はい、いい色。